はい、どうも、モデリングスタジオ G、グッサンです。よろしくお願いします。今回からね、また新しいキットを開始ですね。はい、こちらですね。はい、モデルファクトリーヒロ、12分の1、フェラーリ 312T3。こちらをね、制作していこうかなと思います。前回ね、タミヤのビッグスケールで 312T2 台同時進行ということでやりました。で、今回は、ヒロの 312T3 ですね。はい。じゃあね、また完成までお付き合いください。よろしくお願いします。はい。じゃあね、早速開封していきましょう。で、ですね、まあ、まあ、前回ね、タミヤのキットをやりましたけど、またね、モデルファクトリーヒロに戻ります。とりあえず内容物全部出しますね。レジンパーツ。ボディ関係、シャーシー関係かな。それで、タイヤ、リアタイヤ。で、フロントタイヤの、ホイール。で、これが、こまごました。配線関係、シートベルト、スプリング、ビス、あとはエアファンネルとかも入ってるのかな？そんな感じですかね。これと、ですね、これか。全部出しましょう。トリセツ。トリセツがこんな感じ。で、今回の、キットの仕様はね、1978年、US ウエストって書いてるので、ロングビーチか。で、その時に優勝したのが、カーナンバー11のカルロス・ロイテマン。312T3 のドライバーは、ビル・ヌーブとロイテマンっていうことになってます。今回は、カーナンバー11のロイテマンで作りますよ、ということですね。はい。で、ちょっと取説は避けます。で、デカール。デカールの質感いいな、これ。すごいな。すごい輪郭はっきりしてる。なんか変わったな。すっごい鮮やか。ちょっと見てもらおうかな。こんなですよ。前はね、ちょっとね、ぼやけ気味って言ったら言い方違うんだけど、なんかね、もうちょっとはっきりした方がいいかな、じゃないけど、なんて言えばいいんだろうね。もっとね、この、例えばこの、アジップとか、フェラーリのロゴとかもそうなんだけど、こういうミシュランのね、もう、結構ね、なんだろう、オレンジ色っぽいというか、なんて言うんだろう、キャメルイエローっぽい色してたの。だけど、今回は綺麗に黄色だね。うん、いいかもしれない、これ。カウルのね、アッパーカウルの部分とか、サイドカウルの一部とか、あとノーズの一部とかは、白なんですよね。で、まあ、ご覧いただいたらわかると思うんだけど、この辺のデカールを使うということになってるんだけど、おそらくまともに貼れないので、白い部分は塗装にするかなという感じです。で、こういう、これサイドカールの部分なんだけど、こういうね、ピンストライプとかが入ってるところの部分は、ここだけ切り抜いて、ちょっと使わせていただこうかな。あとはこのイタリア国旗のラインですね。そういう感じかな。はい。それで、エッジングパーツ。エッジングパーツもね、比較的少なめかな？うん。作りやすそうな感じはします。はい。で、ホワイトメタル出しましょうか。あ、そうだ。あのね、ちょっと言ってませんでしたけど、今回の制作機からね、ちょっと動画をね、一本の動画を短くして、本数っていうか、回数を分けてね、もうちょっと多くして配信しようかな、というふうにしました。今までね、1時間近い動画で、それで制作機、まあ長くても5回、6回ぐらいでやってたんですよ。で、見ていただける方の、負担。1時間とかね、YouTube 見てると結構しんどいと思うので、ちょっとそれはやっぱり違うかなというところがあって、長くても40分ぐらいの動画1本ね、いうところでやって、こう細かく区切ってじゃないけど、そういう感じで配信していこうかなと思います。ちょっとね、ザザザっと出しますよ。
こういう感じです。これでホワイトメタルパーツ全部出しました。で、ちょっと、雑ですけど、ちょっとここに山として置いておきます。で、このリベット関係はちょっと混ざらないように置いておく。で、ちょっとまだパーツケース早かったね。じゃあ次、レジンパーツ行ってみましょうか。まあ、レジンの精度は非常に高いですね。毎回毎回、モデルファクトリーヒロのキットはすごく精度が高いレジンパーツなんだけど、歪みっていう部分で言うと、メインカウル、全く歪んでね、これすごいね。どっちか浮いたりするんだけどね、大体ね。これはすごくてな、なんでこんなに正確に作れるんだろう、生成できるんだろう。これすごいよな。もうちょっとしたらね、うちのオンラインショップでレジンパーツの販売をやろうと思ってるんです。まあ、最初は多分タイヤ系だと思うんですよね。だからそういうのを販売していく上で、協力してくれてる方がね、あと2人ぐらいいらっしゃるんだけど、なかなかうまくいかないっていう話をされててね。だから、こういう風に出すのってすごいんだなと思うな、俺、本当に。すごいです、これ、本当に。で、ノーズ一応確認しようか。ノーズね、ちょっとね、面白い形してるんだ、これ。312T3 をね。ここにウィングがつくんだわ。で、こういう感じになるんですよ。T3 ってね。だから、ここの合わせ結構厄介になるのかな、もしかしたら。あんまりギチギチでつけちゃうと、っていうか、クリアランス取っちゃうと、塗装のことを考えたら、ちょっと、はまらなくなるとか入んなくなるってことになりそうな気もするな。はい。とりあえずはですね、まずは、なんだ、こういうものを全部含めてね、一回レジンウォッシュに漬け込んで離型剤をしっかり落とします。でね、ヒロのキットの場合、今後作る可能性があるかもしれない。何つった今。今後作るかもしれない人のためにちょっと解説するとね、こういうゲートの状態なんですよ。ここでパーツ終わりなんです。で、ここから先はいらないものなんですよ。だから、ここをカットするんだけど、レジンだから割れるように切れるのね。だから、なんだろう、例えばこういうギリギリのラインのところでパツンって切っちゃうと、こっちも一緒に持ってかれることがあったりするので、ここはね、慎重にカットしないとダメです。で、繋がってる部分にリベットの、オーモールド、ちゃんと言えないな。リベットのオーモールドが入ってるんで、かけちゃうと、すごくかっこ悪い。な、こういうとこは慎重に切り出ししていかないとダメかなと。はい、じゃあね、まずは、どうしようかな。ゲートから全部外すか。とりあえず外していきましょう。で、外してレジンウォッシュに漬け込んで、漬け込み終わったらってとこかな。はい、じゃあやっていきましょう。はい、全部のパーツを、全部のパーツ、厳密に言うとレジンパーツとホワイトメタルパーツね。それのレジンウォッシュの漬け込みで、その後、中性洗剤で洗って乾燥というところまで終わりました。で、ホワイトメタルパーツに関してはこんな感じで、まあ、ざっくりなんですけど、ジャンル分け。で、この後は何をするかと言いますと、ガレージキットなので、仮組みっていうものが必要になりますね。で、このジャンル分けしたやつはちょっとまだ使わないので、というか、まあ、使うかもしれないけど、本格的に使うのは仮組み終わってからなので、ちょっと避けときますね。で、仮組みの方法なんですけど、人それぞれやり方あります。で、俺のやり方なんだけれども、基本的にまずは外装の骨格をまず全部作っちゃうというか、組み立ててしまう。前後のウィング以外ね、あとはエンジンとかギアボックスも省くんだけど、そういうところをやって、ある程度シルエットを作っちゃいます。で、その時点で、クリアランスが狂ってるようなところとか、隙間が狭すぎて塗装をしたら、あ、これちょっと入らなくなるかもなっていうようなところを修正していくという感じです。はい。で、それとともにね、こうパーツをね、組み合わせて形にしていく段階で、例えばこういうパーツのこういうエッジの部分とか、
こういうダクトになってる部分とかって、よーく見るとね、バリがあったりとか、あとはこうエッジが立ちすぎてね、指で触るとちょっと、毛羽立ってるって言って、なんて言っていいのかな、こう、引っかかりっていうのっていうような感じになってるんですよね。何もしてないと。だからそういうのを整えつつ、仮組みしていくという感じですね。まずペーパー掛けなんだけど、そうね、どんな感じで掛けるのかっていうのをちょっと一箇所やってみようかな。ちょっとこれ拡大してみよう。映るかな。見えるかな。あ、見えないかな、やっぱり。どうやったらわかるかな。ここちょっとわずかに出っ張ってんのわかりますかね。反対側で見せると、何もないでしょ。だけど、こっちに来ると、ちょっとモリモリモリってなってるんです。これね、ゲートが繋がったところ。これを、綺麗に鳴らします。今からね。はい。こういうフラットな面だったら、俺だったらこういうカンナ使うかな。もしくは、こういう棒ヤスリだったりとか。これタミヤのやつですね。これ単目のやつなんで、押して使うやつ。これで、面を出していきましょう、まず。で、これは単目なので押して使うオンリーだけど、覆面の場合ね、押しても引いても使えるタイプのやつは、こういう風にはやらない方がいいよね。やっぱりね、面出しの時は特に。無駄に削れてしまったりするんですよ。そうすると必要以上に変な段差ができちゃったりとか、やらなくていいところまで削れてしまったりとか、っていうことになるので、そういうところは注意しながらね。はい。で、まず一回指で触って、もうちょっとだなと思ったら、っていう感じ。こういうことの繰り返しです。これモノコックなので、アンダートレイここにありますけど、ここにくっつくんですよね。だから、隙間が空いたりすると仕上がりがすごくかっこ悪いので、凹凸のあったりとか、こう、バリがあったり、デコボコがあったり、凹凸とデコボコって意味同じか。デコボコがあったりするようなところは、なるべく綺麗に鳴らして、ここの面は平らにした方がいいよね。そうじゃないと、うまく乗っからないし、乗っかったとしても隙間が空くし、それを無理やり固定すると、歪むってことになるので、はい。こんな感じかな。で、今、手触りで、今ね、手で触った感じだと、だいぶフラットになりました。で、仕上げ。今これでやったでしょ。だけど、そうね、ちょっと400番のペーパーをちょっと一部切って使いましょう。まあ、触ってる場所メインはね、角の部分をメインに触ってるんです。ちょっとエッジ立ってるかなとかっていうところを手触りで見つけたら、この400番のペーパー、まあ別に400番じゃなくてもいいんですけど、若干粗めのペーパーで、削って鳴らしてやる。まあ、いわゆる面取りですね。そうすることで、あんまりやりすぎるとね、角が丸くなりすぎて、まあリアリティに欠ける部分はあるんだけど、そのまんまでやるとね、それはそれでまたちょっと違うんでね、やっぱりね。だからそういう微妙なさじ加減っていうのかな。これはね、自分の好みでやるしかない。正直ね。俺の場合は、こうエッジが立ちすぎてるっていうのはあんまり好まないので、ある程度、そうね、強めに面取りは入れてるかな。の方がいい気がするか。で、まあ、このパーツはないんですけど、例えば、カウルのパーツとか、中研ぎないしは研ぎ出し磨き上げっていう、要は工程の時にね、エッジが立ってると、そこを削ってしまいがちなんですよ。要は、持ち上がってるから、持ち上がってる面にペーパーが当たるから、持ち上がってる部分から先に削れていくでしょ。ってことは、こっち磨き上がってないというか、削れきってないのに、こっち先に削れてしまうから、ひたすら下地まで出てしまうよっていうことになるので、そういうのを予防するためでもありますよね。はい。すげえ真面目に話してんな。今までのテンションじゃないね、俺ね。おかしいけどさ。まあでも、そのうちまた元に戻っていくと思うので、喋り方。ゆっくり喋ろうと思ったら真面目になってしまうんだよね。ちょっとそれは勘弁してください。
っと待ってくださいね。ちょっとエア飛ばしますよ。大丈夫かな？うん。消えたな。よし、大丈夫ですね。はい、お待たせしました。こんな感じです。まあ、今、基本的なことをずっとひたすらやってましたけど、今、このパーツのね、エッジをちょっと、面取りしてたような感じです。で、この後、こういうパーツをね、こう組み合わせていくんです。例えば、これはこうだったりとか、っていう感じなんですよ。なので、ここからは、このホワイトメタルのパーツを組み合わせていって、こっちに乗っかっていくっていう感じかな。うん。じゃあ、それ取り付けて終わって、アンダートレイに乗せたら、また撮影しようかな。はい。じゃあ、そんな感じで進みますよ。はい。ですね、今、仮組み、ここまで来てますね。うん。まあ、骨格部分が、おおよそ仮組み終わった感じ。で、ちょっと拡大しながら説明します。で、ですね。まあ、ホワイトメタルだったり、エッジングパーツだったり、で側面行ったらレジンだったりとか、っていう感じで、こう、ホワイトメタルと、レジンのパーツ、それとエッジングパーツを組み合わせて、構成されてる感じかな。はい。それで、こういう部分。まあ、要はこの下の部分もそうなんですけど、塗装の指示では、ミラークロームっていうことになってるんです。で、仮組みする前に、例えばここがホワイトメタルで磨き上げ、ここも磨き上げってやっていって、その他がね、ミラークロームっていう感じになると、色合いのバランスおかしくなるんじゃないかなーなんてちょっと思ったんだけど、これ例えば、今、ここの部分、レジンでしょ？だけど、これ、シートがね、こうやって入るとほとんど見えなくなっちゃうわけですよ。だから、見えなくなるようなところとか、見えにくくなるようなところに関しては、塗装指示っていうような感じで、説明書とかパーツ構成されてるので、あら、外れなくなっちゃった。ちょっと待ってね。今みたいにね、シートが乗っかったら、ここが隠れるんで、まあ塗装でもいいかなっていう感じ。で、ここも、サイドカウルがくっついたら、こういう風に隠れちゃうので、こうカウルをポッて外した時に見える部分に関しては、ホワイトメタルの磨き上げっていう風になってる感じのパーツ構成ですね。まあ、こっちはエンジンのがついたりするので、ほとんど見えなくなるという感じですかね。はい。で、ここ。見えるかな？ここ斜めのライン入ってるでしょ？で、ここはミラークローム。だけど、こっち側は赤なんですよ。なので、塗り分けが必要な感じです。あと、その他、サスペンションアーム、今くっついてますけど、これは、ただくっついてるだけ、固定してません。だから、マスキングテープで押さえてるでしょ。これはセミグロスブラック系ですね。だから接着はしてませんね。はい、こんな感じです。はい。で、次、行きますよ。まだね、仮組み終わってません。で、何をするかというと、ここからは外装パーツの方をこれに仮組みしていきます。うん。それで、まあ、外装パーツの方を、位置合わせとかやりながらね、あと隙間の調整とかもありますね。そういうのをやって、場合によってはパテ埋めとかっていうことがあったりするので、そういうところを慎重に合わせていこうかなと。そこまでやったら仮組み終わりですかね。で、またバラしていよいよ本格的に制作という感じです。とりあえず今回の動画は仮組み終わるまではやろうかなと思ってますね。はい、じゃあね、外装パーツの方これから仮組みやっていきましょう。はい。はい、外装パーツの方ね、これから仮組みしていきますけれども、これサイドカウルですね。で、サイドカウルの構成は、こういう感じなんですよ。上と下で分割されてるパーツです。はい。で、まあ、そうね、こっちでやるか。こういうエッジの部分だったりとかが、どうしてもね、やっぱり、ちょっとエッジが立ちすぎてて、手触りが、ちょっときつい感じがするって言っていいのかな。こういう風になってるのを、綺麗にならしてやるっていう感じ。だからこう、エッジをね、こう、まず、400番のペーパーで撫でるようにね、綺麗に整えてあげます。
で、こういうところもね、特にこういうアンダートレー側に回り込むようなところっていうのは結構鋭角にエッジが立ってるって言ったら変だけど、結構きつい角度になってる。手触りが鋭く感じるっていうのかな。なってることが多いので、少しこう柔らかみを持たせてあげるような感じで面取りしてあげると、研ぎ出しするときに変な風に削れてしまったりとかっていうこともなくなりますね。はい。こういう感じで面取りしていくとね、結構違うんですよね、これがね。で、あとはね、このパーツに関しては、ここサイドダクトなんですよね。オイルクーラーがここにつくんだけど、このオイルクーラーの入り口のこの奥、ここの部分がこういうところっていうのかな？こういうところがよく、こう、ボソボソになってることが多いので、そういうところはしっかりこう手触りでね、自分の指でチェックして、ああ、ちょっと、バリバリしてるなっていうか、ボソボソしてるなと思ったら、しっかりペーパーで削ってやるというところです。で、ごめん、やりながらですけれども、このパーツちょっと見てもらおうかな。これ映ると思うんだけど、あ、映んないな。ごめん、拡大します。見えます？これ。これパーティングラインです。これも当然ながら綺麗に処理しなければいけない。で、こういうところ。ここもね、すごく、映るかな。バリ、バリが出てるんですよね。見えないかもしれないけど。まっすぐじゃないですよ。ちょっとここ持ち上がるようになってるでしょ。これバリなんです。だこういうのも綺麗に処理する方がいいかな、というところですね。はい。じゃあ、これをね、ちょっと削ってやってみましょうか。拡大しながらですけど。これね、線が見えなくなるまでしっかり400番のペーパーで削ってやります。よいしょ、どうかな。もうそろそろ大丈夫だと思います。お、消えたかな。あとはこういう際の部分少しね、なんかバサついてるので綺麗に整えてあります。ここですね。はい。見えましたね。指で引っかからなくなりました。これぐらいきちんとやった方がやっぱりいいかなというところです。はい。じゃあね、こういう感じで細かい場所をね、細かい箇所か、チェックしながら仮組みしていきましょう。で、モノコック、この骨格のパーツの方にね、取り付けていったらもう一回撮影しようかな。はい、じゃあやっていきましょう。はい、ですね、外装パーツの仮組み終わりましたね。まあ、こういう感じのシルエットになります。で、肝心のね、パーツの合いとかクリアランスっていうところで言うと、おおよそいいです。悪くはない。うん、ただし、やっぱりそれでもね、修正とか加工必要かなっていうところがありますね。特に、前の方、ちょっとね、アッパーカウル外して説明します。まあ今ここドン柄ですけど、まあ完成したらここにエンジン、ギアボックス、この辺にリアウィングがつくんですけどね。はい。で、ちょっと説明しますけれども、まあノーズ、あ、拡大するか。ノーズがこういう形してるんですよ。それで、まず修正必要かなと思ってる1点目がここのラインですね。ここ。これが、ちょっと隙間が空きすぎで、まあ、ノーズのこの隙間から入った空気がこのサイドのね、ここを通って、エンジンのスロットルエアファンネルのところに誘導されてるっていう構造になってるんですけど、このエアガイドの隙間がちょっとね、空きすぎなんですよ。で、どっちを修正しようかなというところになってくるんですけれども、ちょっとアッパーカウル乗せますけどね。こう横から見たときに、このノーズがちょっと寸足らずかなっていう雰囲気があるので、このノーズの、こっちってなかったかな？このノーズの後端の部分にプラ板追加して、隙間を適正化しようかなというところですね。それとね、ここ、まあ、ちょっと黒く塗ってるからわかると思うんだけど、これがね、豪快に、このサスペンションのアッパーアームに、ね、干渉するんですよ。だから削んなきゃダメかなというところですかね。
それともう一点、これ、このパネルのね、上端の部分っていうのかな、これがね、大幅に飛び出るんですよ。で、本来ならこのノーズのこのライン上の、要は下に潜ってなきゃいけないんだけど、飛び出るんですよね。で、まあ修正するにあたって曲げたらどうなんだろうと。このパーツをね、まあ一回カットするなりなんなりしてっていうことしたらどうなんだろうなと思ったんですけど、これがね、見えますかね。これサスペンションのアッパーアームを支えてるフレームなんだけど、この先端にもう当たっちゃってるんですよ。だからこれ以上中に入れようがないんですよね。で、どうしようかなというところになったんですけど、まあ今考えてるのは、このノーズのこの辺からね、少しずつ膨らますようにプラ板を貼って、で、こう、ラインをね、あんまり、こう、膨らまさないようにっていうか、このプラ板のね、厚みでこれを隠すようにこう、作っていって、うまくラインを合わせようかなと。両方なってるのにね、こっちもこっちも。だから、これはどうにもなんないかなと。こっちの位置を変えられない以上、ここを膨らますしかない。いう感じなんです。で、ノーズ、ちょっと真正面から映すと、ここなんですよね。ここに、ちょっと肉を持たせて、膨らまして、修正しようかな。ただし、ノーズセットされている時のこのラインがね、このサイドカウルから、サイドカウルへこう綺麗にね、アーチを描いて繋がるので、あんまりやりすぎると、ボディのライン崩れるので、難しいところではあるんだけど、まあ今考えられてる、なんかイントネーションおかしくてね。今考えてる感じだと、さっき言ったやり方でやるしかないかな、というところですね。あとはもう極端な話、こっち削ってもいいやってなるんだったら、ここにね、プラ板貼り付けないで修正はできるとは思いますけど、あんまり削るとかそういうことやりたくないんですよね。パーツのね。パーツというかそのフレームのパーツをね。だってノーズをこう外しちゃったらここが削れてるの見えちゃうから、なるべくそういう風にはしたくないという感じなんです。はい。で、とりあえず、今ある問題といえばこの辺だけなんです。あと問題があるところがほとんどなくて、このちょっと気にしてたね、このノーズのここの部分ね、つながりの部分、クリアランスが狭すぎると、なんだ、塗装した時に入らなくなるとかっていうトラブルになるかなと思ってたんだけど、大丈夫かなっていう感じになってるし、サイドカールが若干、外に逃げ気味なんだけど、これは固定するときにリベット固定なので、こうリベットのピンをね、打ってしまえば外に逃げずにアッパーカウルをきちんと固定できると思っているので多分大丈夫かなと。で、最悪、ピン止めだとね、押さえる力が弱くって、なんだこうやって広がって外れてしまうというようなことになりそうだったら、まあいろいろ加工しなきゃダメかなという部分はありますけれども、さほど大きな問題ではないかなと。カウルがね、大きく歪んでます。サイドカウルが思いっきり歪んでますとかっていうことではないので、なんとかなるんじゃないかなという段階です。仮組みの段階では。はい。で、今言ってたね、修正をこれからやっていきますけれども、今回の動画ではとりあえずここで一旦終わりにします。で、次回の動画からこれを修正していくっていうところからスタートする感じでやっていこうと思います。はい、ということで今回はこの辺でお別れになります。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。また次回の制作機でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。